皆さんこんにちは2023年合格目標効果的学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで行政書試験対策のガイダンスのお話をいたします担当はレックス専任講師の日高と申しますどうぞよろしくお願いいたします はいこの「効果的学習法とスケジュールの組み立て方」というタイトルでこれからの1時間弱ですね、まあ、1時間はかからないと思いますがそれぐらいのお話をいたします。で今回ですね使用いたしますのはこちらのパンフレット「2023年合格目標行政書士のパーフェクトコース指導」と書いてあるこちらのパンフレットを主に使ってまいります。 さらに学習法に関しましては私の方で補助レジメといいますかプラスアプラのレジメを用意しておりますのでこちらも適宜使ってまいりますそれでは早速ですね行政書士験に受かるためにどういう学習法を取ればよいのかということについてお話をいたしますまずそもそも行政書士というのは一体どういう資格なのかということについてお話をいたしますが こちらはこのパンフレットの方ですね。非常にあの見やすく作っておりますので、こちらをぜひ参照していただければというふうに考えております。パンフレットの10ページ11ページを開いてください。パンフレット11ペ10ページの方で、まあ、行政書士の主な業務として、まあ、観光省に提出する,する書類、許認可等の書類の作成並びに手引き代理と。 い、まあ、いわゆる許認可業務というものですね例えば、えー、飲食店の営業許可であるとか建設業の許可などですねこういったさまざままざな許認可という手続きがありますこれらの一連の役所に提出する許認可申請書ですねこちらをあの作成して、えー、提出するという業務これが許認可業務というものになります。もちろん 飲食店だとか建設業だけではなくさまざまなですね許認可が必要なあるいはその免許ですねが必要な業務というものがたくさんございます。宅建業の免許もそうですあるいは農地の転用許可ですとかそういった許可の類ですねこういったものもございます。 で、もう一つ大きな業務としては、まあ、権利義務、事実証明及び契約書の作成と、その代理相談業務でありまして。まあ、民事、法務、そして企業本部ですね、といった分野も、行政書士としても主な業務ということになります。まあ、手前の人で恐縮ですけれども、私は、あの、現在ですね、弁護士として。あの、自分の事務所を持って、えー、稼働しておりますけれども。まあ、弁護士でありながらですね。 まあ行政書士が行うような仕事も実はやっておりまして例えばですね NPO 法人の認証申請これもやっておりますあるいはその外国人の、まあ、フランス人の方なんですけれども住居化申請の手続きこれもやったことがありますさらにはですね えー、実はあの審査請求という手続きもやっておりまして、まあ、審査請求はすべての行政書士ができるわけではないんですけれども、まあ、一部の行政書士は審査請求という手続きも実は代理して行うことができます。で、えー、早速ではありますけれども、えー、私のそのレジュメの1ページですねこちらをご覧ください <laughs> はいちょっと見づらいかもしれません少しクローズアップしましょう。 まあ行政書士って一体そもそもどういう仕事なのかということなんですが、先ほどパンフレットで見ていただいたこと、これがあの実はあの条文の中にあるわけですね。行政書士法という法律がありまして、その中の1条の2という条文があります。観光所に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。これが1条の2の。 まず第1項という条文ですねそして第2項のところで、まあ、これはあの他の法律において制限されているものについては業務を行うことはできないとあって例えばの申請などはできませんこれは司法書士の専門分野ということになります。で1条の3というのがありましてこれは1条の2の第1項以外の行政書士の独占分野ということになりまして。 例えば1号ですね、全条の規定により行政書士が作成することができる観光書に提出する書類を観光書に提出する手続き並びに、えー、まあ以下省略いたしますがこういったものについて代理することですね。で2号では、 今度は行政庁に対する不服申し立て手続きについて代理しおよびその手続きについて観光署に提出する書類を作成すること例えば審査請求書などを作成できるということになります。ただし 行政書士すべてがこの審査請求書などの不服申し立て書を作成できるわけではなくて実はあの特定行政書士といいまして行政書士になった後でさらに試験を受けてクリアした人だけがこの審査請求などができるということになります。 まあ審査請求という制度があってこれは不服申し立て制度であるわけですけれども要はあの役所のですね下した処分に対して不服があるときにこれはおかしいぞということでその不服申し立ての手続きの代理をですねこれを本人に代わって行うことができるわけですしかも報酬ももちろん請求できるということになるわけですねこれがあの行政書士の業務の分野の一つということになるわけです。<laughs> はい、そして三号が契約その他の書類に関する書類を代理人として作成することとありまして、いわゆる契約書の作成です。四号が書類作成について相談に応ずることでありまして、これがいわゆる相談ですね。その書類作成相談という業務になります。書類作成相談とは言いますけれども、まあ実質はいわゆる法律相談に近いものになります。つまり。 ご相談に来られた方からいろいろな資料を見せていただいて、まあ、これだったら許認可ができるとかできないということをあの判断した上えでその根拠法的な根拠をですねきちんと示す必要がありますので、まあ、いわゆる法律相談のようなものと理解していただければ結構です。 まあ、法律相談という言葉はあのこれ弁護士しか使えませんので本来は行政書士がですね使うことは許されていないわけですけれども、まあ、しかしやってる内容はえ弁護士がやってることとはあまり変わらないということになります。でなおですね、えー、これはあの行政書士の独占業務ではあるんですが全てあの法律に関わる業務ですから、えー、全部これ弁護士ももちろんできます。弁護士士はあの特に行政書士登録をしててなくても、 その行政書士が行う業務は全てできる関係にありますまあ、そういう関係もありまして私はその弁護士登録をした後にさまざまな行政書士の業務にあたるようなこともやっておりますもちろん契約書の作成だとかリーガルチェックとかそういったあのいわゆる民事法務ですねあるいは企業法務といった分野も多数手掛けております でこのこのいったものが行政書士の仕事であるということになるわけですが、まあ要はあの簡単にまとめてしまうと、えー、役所に行って出す書類を作成する、まあ代理作成する、あるいは契約書ですとか、あるいはあの内容証明郵便といった言葉を聞いたことある方いらっしゃると思います。内容証明郵便というのは、まあ何かトラブルが起きたときに相手方に対して一定の書面を送って 例えば損害賠償として100万円払ってくださいなんていう請求をしたりするものですねこれが内容証明郵便ということになりますけれどもこういったものも実は行政書士が作成できるわけです。ただ一点だけ注意していただきたいのは行政書士というのは紛争性のある事件というのは扱うことはできません。紛争性ののある事件ははここれは全て弁護士の独占業務とということになります 司法書士は金額次第で裁判所で継続するような事件についても扱うことはできますがただ基本的ににには弁護士に依頼しなななけければいいい事件ととうことになりますただし紛争性がなければつまり当事者間で争いがないことであれば契約書でもあるいは遺産分割協議書であってもあるいは遺言ですね遺言のその下書き こういったものもすべて行政書士が作成することが許されているということになります。まあ、このように行政書士の仕事って非常にあの幅が広いわけですね、えー。行政書士って一体何をやる人なんだろうというふうに思われるかもしれませんが。非常にあの幅が広い。えー、まあ、オールラウンドプレイヤーというふうに私は呼んでおりますけれども、えー。何でもできるというのがあの行政書士の一番の魅力ということになります。 まああのいわゆる紛争性のある事件というものについては扱うことはできませんがそれ以外は全て法,的法律に関わるような内容ですねこれを幅広く取り扱うのが行政書士の仕事であるというふうに考えてください。 まあ行政書士の仕事がどういうものかということについてはパンフレットをですね10ページ11ページそういったところをお読みいただければある程度イメージがつかめるかとは思います。それでは早速行政書士試験がどういう試験なのかということについてお話をしていきますがパンフレットに入る前にまず私の補助レジュメの方ですねレジュメの方を見ていただきたいと思います。1ページの下の下方で過去2番 行政書士試験とは何かというそのクエスチョンマークですね。試験科目としては、観光書提出書類の作成に必要な知識として、行政法の知識が必要になります。もとは言っても、行政書士試験では、実務に直結する行政法の知識ではなく、その行政法の基礎知識のみを聞いています。行政法の知基礎知識、 知識といってもえばかりりではありませんいわゆる行政法総論はもちろんですが行政手続法とか行政不服審査法とか行政事件訴訟法ですねあと国家賠償法も含めてですけれどもこういった幅広くですね行政法の基礎知識が問われるとということになりますそして次のポイントとして契約書作成に必要な知識は何かというとこれは民法の知識になります。 もちろんあの商法も必要になってきますけれども、えー、まずは民法ですね。民法をマスターしないと商法は、えー、理解できない関係になりますので、民法をきちんとですねマスターしていく必要がある。えー、出題形式としてはあ知識を中心に問う問題でありまして、えー、五子択一式問題ですね、えー、が中心となっております。えー、まあ五子択一以外の形式もあるんですが、それはおおいおいですね、えー、説明してまいります。 試験日程としては例年11月の第二日曜日ですね。学習期間でまあ最低限必要な期間としてはだいたい10ヶ月から11ヶ月というふうに推奨しております。まあ人によってはですね。例えば民法はあのかなりですね勉強が進んでいるから、例えば司法書士の試験を受けたことがあって民法はかなりですね詳しく勉強しているから、あとは行政法だけあのマスターすればよいなんていう方はもっと短縮できます。 あるいはあの最近多いのはロ,ロースクールですね。ロースクールに在学しながらまああの力試しとして行政書士を受けるという方がいますので、そういう方はあのもっと早くですね。例えば二三ヶ月ぐらいの学習で受かりますが、それはあの皆さんがですねあの参考にすべきものではありません。まあたまにあの合格体験記とかを読むとですね、私は二三ヶ月の勉強で受かりましたとか、あるいはあの六ヶ月の勉強で受かったと。 いうものがあの見かけられるわけですが、そういう方はですね、おそらくあのバックグラウンドが全然違うんだというふうに考えてください。つまり、えー、下地が違うわけです、えー。例えばロースクールに通っていたとか、あるいはその司法書士の勉強をしていて、まあ、民法とか商法についてはもうかなり勉強が進んでいるとそういう方ですね。 そういう方はもうある意味アド,バアドバンテージがあるわけですから、えーまあ、学習期間を短縮して、まあ、6ヶ月とか3ヶ月っていうです、ねまあ、極端に短い期間で合格することはできます。 しかしこのガイダンスというのは実は全く初めて勉強される皆さんに対するガイダンスですからそういう方に対しては決して3ヶ月で受かりますとか6ヶ月で受かりますなんていうそんな詐欺のようなことは言えませんので最低でも11ヶ月まあ1年ですね余裕を見ている。 えー、つまりその今年の本試験というのが11月の13日ですから、まあ、11月の13日までには学習開始を決意してで、えー、スタートするということをぜひお勧めしたいというふうに考えておりますこれは2022年の11月13日ですねこれが今年の本試験の日程ですから、えー、少なくともそれまでには、えーまあ、来年度の えー、試験に合格することを目指して勉強するかどうかを決めて、えー、そして、えー、学習を開始するまあ初めて法律を学ぶ方に対してはそれをぜひお勧めしたいというふうに考えております、えー、そして合格ラインは300点満点です、えー、五子卓1の問題が1問4点 で多種選択式という形式の問題が、えー、これが1問あたり8点ですね、まあ、空欄1個2点でける4ですから1問8点。で記述問題という問題があってこれは1問あたりが20点と配点高いです。で全部合わせると300点なんですが300点のうち180点以上が合格ラインですがただし足切りに注意してください。 足切りって何かって言うと一般知識という科目もあるわけです。まあこれ後でパンフレットを見ながらお話をいたします。ではパンフレットですね見てまいりましょう。はいパンフレットのこちらですね。14ページと15ページを開いてください。で14ページから見ていきます。はい行政書士試験案内。 と,と書いてありますねで先ほど出題形式に関して、まあ、五子択一式多種選択式記述式と、まあ、3つのタイプがあるという話をいたしました。五子択一式というのはあの五種択一ですから5つ選択肢があってその中から1つ正解を選ぶというタイプの問題です。えー、例えばですね えー、もちろん皆さん今解ける必要はありませんがこれは令和三年の行政書士試験の実際に出題された問題です問題5番、えー、とあって妥当でないものはどれかというふうに聞,聞かれてますね1番から5番まであります、まあ、これちょっと難しめの問題なんですが、まあ、こういったようなタイプの問題が出ますこれが五子択一式で五子択一は1問あたりが4点の配点を与えられています で、B. が、多子選択式とありますね。多子選択式。まあ、これは、あの、枠内の選択肢から、ええ、空欄、あから、A に当てはまる語句を選ぶと、ありますけれども。例えばですね。どういうふうに出るのかというと、同じく、あの、令和三年の問題から、えー。ご紹介しましょう。ええ、令和三年の、これ、問題四十二番。 感染症法に関すする問題が出ています、まあ、新型コロナウイルスというふうにもあの言ってますのでこれはもうまさにあの時事的な話題にかあの絡めてですね行政法の基礎知識を問うという問題ですが、まあ、これはあのちょっと数字を書き込んでるのはすいません。あのこれは 実際にこれ本試験でですね回答されたその冊子をですねあの借りてきておりますのでまあこういうふうにあのリアルにですね全部こう5句が書かれておりますけれども5句の候補としては下に枠があって番番かららままで当たられていますこの中から4つをピックアップして A から A に当てはめていくとそういう形式になります。 えー、まあそれははいそれは工学上は「えー、あ」にあたると言われている、まあ、6番だから即時矯正即時矯正その通りなんですね。でそういうふうに解いていきます。まあ、ただあの今「即時矯正」っていう言葉が出てきて、えー、何のことかピンと全くわからないという方はいらっしゃると思いますがそれでいいんです。 あのそれをあの皆さんがです、ね、あの今、即時強制という言葉の意味が分からなくてもそれを分かるようにしていくのが私たちの,あの仕事ですので、えー、それはぜひです、ね、あの恐れずに、まあ、こんなもの解かなきゃいけないのかというふうに思わずにです、ね、あこれがあ,のあと1年後に解けるようになればいいんだというふうにあのもっと前向きにですね考えていただければというふうに考えております。 はい、そして記述式の問題というのがありまして、まあ、記述式というのが非常に配点が高いという特徴を持っているんですけれども、まあ、例えばです、ね、どういう問題なのかというと、まあ、40字程度で記述するとありますが40字程度というのはちょっとあのアバウトだなと思われれるかもしれません例えばこんな問題です。 問題四十六番というのがありましてこれも同じく令和三年の行政書士試験の試験の実際の問題から取り上げておりますまあ A が所有する高家屋につき B が賃借人として居住していたところ高家屋の二階部分の外壁が突然崩落してえ、付近を通行していた C が負傷したとありますね まああの実際にあるあのありそうでなさそうなんですねまあ、そういうケースなんですけれどもこういったケースが挙げられていてで高架区の外壁の設置また間にカシカシっては血管ということですねあった場合民法の規定に照らし民法の規定とありますが要するに条文です民法に実はこういったことを想定した条文があるということなんですね。 で誰が C に対して損害賠償責任を負うのかという問いになってまして、まあ、これ実はですね、A さんがまああの家の所有者であるとで B さんが賃借人だから実際にそのこう家,屋です、ね、家に住んでる人ということですね。 つまり A と B とどっちが責任を負うのかっていうふうに聞いているんですがただし必要に応じて場合分けをしながら40種ー度で記述せよと書いてあるわけですから結局ですねこれはあの実はあの結論から言うと A または B があの責任を負うことになりますただ原則としてどっちが責任を負うのかで例外的にどちらが責任を負うのかということを聞いているんですね。 民法717条という条文がその答えになるんですけれどもただあのこれもあの今の時点でで全くくからなくて結構ですそれを分かるようにあのしていくのが私たちの仕事ですから、えー、今の時点であのいやこれ解けないから無理だというふうにです、ね、思わずにそれは分かるように。 あのきちんとですね講義をしてまいりますので、えー、レックのですね講義を信じて、えー、ついてきていただきたいというふうに考えておりますこういったあの一件難しい非常に難しそうな問題であっても、えー、皆さんあのあと1年後にはですねちゃんとあの講義を聞いて、えー、きちんとですね復習をしていただければ、えー、確実に解けるようになります はいえー、そして、えー、この11月上旬というところを見ていただくとこれ、えー、15ページパンフレットですねパンフレット15ページですが、えー、本試験の試験科目として丸一、えー、番行政書士の業務に関し必要な法令等とありますけれども、えー、これここであの試験科目を一とりですね確認しておきます。まずう えー、五子択一式の問題で、えー、合計で五問出題されます。えー、さらに、多子選択式ですね。先ほどあの空欄補充の形で、えー、出題されていた問題ありますが、これが一問出ます。五子択一が五問、えー、多子選択が一問ですね。 えー、そして、えー、行政法という科目があって、まあ、行政法、さらにあの細かくですね、あのー、細かい科目に分かれてくるわけですが、行政法という括りで言うと、これ、全体的に言うと、えー、五子択一が十九問、そして多子選択式が二問、さらに記述式が一問出ますあの。行政法の記述もあるわけです。四十字ですね、四、え、十、ー、字程度。<laughs> そして、えー、民法が、御子択一が九問で、記述が二問出ます。つまり、御子択一は一問あたり四点の配点ですから、九問ということは三十六点分の配点があるわけです。けれども、えー、それに対して、記述は二問出るということは、一問あたりがこれ二十点の配点があるんですね。で、二十かける二ですから、記述が四十点分あるということになります。つまり。 民法は五試択一の配点よりも記述の配点の方が高いという特徴を持っています。ということは民法を得意にしておくとでしかもあのちゃんときちんとですねあの答えをかけるようにしておけばこれでかなりですね点数を稼ぐことができるということになるわけですね。で行政法はまあこれ五試択一十九問、多選択が二問、さらに行政記述式が一問。 とありますので、これが最も肘を占めています。えー、ここに商法と上がっていますが、これは商法と会社法という法律ですね。これがあの取材範囲に入っております。で、商法会社法は、えー、合わせて五、えー、問あの五試験日で5問出ます。 で基礎法学という科目がありましてこれはあの例えばですね法令用語の使い方などに関する知識をです、ね、問う問題で、えー、これはあの他の科目を勉強してていれば自然とと身につくようなな知識が中心となっておりますこの、えー、基礎法学に関しては多種選択ではなく失礼しました、えー、五子択一式のみで、えー、2問ですね五子択一が2問のみです。 そして「一般知識等」という科目があってこれがあの先ほど申し上げた「足切りに関わるところです。政治経済社会情報通信個人情報保護文章理解」とあります。でこのように幅広くですねさまざまな多様な取材がなされるというのが一般知識の特徴であるわけです。ただ、 例年ですね必ず決まって絶対に出るという分野があってそれは何かというとままず文章理解は毎年3問出ますちなみに文章理解って何かというとこれは要するに国語,す国語の長文読解問題というのはこれは題というんですか まあ、その例えば高校です。とか、えー、その高校入試とか大学入試ですね。で、勉強したような、その長文読解問題、こういったものを想定していただければ結構です。まあ、著作権の関係もありますので、ここではちょっと写す,写すことはできませんが、えー、それほど難易度は高くないというものが覚えー、です。で、この3問の文章理解をですね。まあ、仮に全問正解できたとしても、まだ足切りラインをクリアしていません。 他にはですねあの一般知識の中で確実に出るものとしては個人情報保護というものですすねこれは絶対に出ます特に個人情報保護法という法律が日本にありましてこの法律の条文知識を問う問題が必ず最低毎年1問出題されます。 実は令和3年にはですね個人情報保護法から取材がなかったんですがこれはもうごく例外的なことということになります。まあ、実質的には個人情報保護法から取材があったと見ていいような問題なんですけれどもただこれは一応名目上はですね個人情報保護法という条文の知識を問う問題ではなかったというごく例外的な取材になります。 ただあの例年ですね必ずこの個人情報保護法という法律から一問は出ますので最低ですね一問出ますのでこれはあのきちんと個人情報保護法という法律を理解しなければいけないまあその意味では一般知識といっても法律の学習とそれほど大きく変わるところはありませんでさらに遡って情報通信って何が出るかというといわゆる情報用語通信用語が出ます 例えば SNS って何の略ですかっていうふうに聞かれたときに、えー、まあソーシャルネットワークシステムだというふうにですね、あのすぐに答えられる方っていうのはまあ少ないか,かもしれません。まあソーシャルネットワークあのサービスですかね、えー、失礼しました。あのそういうふうに答えられる方は少ないかもしれません。えー、ブログっていうのはウェブログの略したものだとかですね、そういったようなあの通信用語情報用語の知識が問われます。 政治経済社会という分野があって、まあ、これが一番ですねあのネックになっている方多いと思いますがまず政治経済という科目ですけれども、まあ、この政治経済ですね政治経済という科目についてはこれはあの例えば今ではもうセンター試験という言い方をしないんですけれどもあの共通テストというんですかねあの大学入試と。 大学入試の共通テストあるいはセンター試験で学習するような政治経済の基礎知識が問われてていいいるという,ふうに考えてください例えば GDP という経済指標がありますけれどもこれに関連する基礎知識ですね、まあ、GDP はどうやって算出されるのかとかそういったような基礎知識が問われています。でこれはあのいわばですね え普段あの新聞をあのこまめに読んでいるような方であればえそういう方にとってはあの非常にあの常識的な範囲に属するものということになります。 ただあのなかなかですねそういう常識的な知識を身につける機会があのなかったとあるいはその普段あんまり新聞を読んでないという方にとっては、えーまあ、レックの講義をですねきちんと聞いていただいてあこれがあの社会のです、ね、常識なんだとあるいはその知識あの基本的な知識なんだということを身につけていただければ結構です。ですからいや自分はあの普段新聞読んでないからこれは全然わ、えー、かんないと。 これはもう全く手が出ないと、まあ、そういうふうに思わずにですねあのレックの講義録はその普段あの新聞などで報じられているようなその基本的な政治や経済の基礎知識ですねこういったものについて全て集約しておりますのでこちらをきちんとですね学習していただければ行政書試験の一般知識には十分対応できます。で社会という科目があってこれがちょっとくせ者なんですが。 これはまあ年によっっててかかかなりあの傾向がかかってきますえす。今申し上げたその新聞で学べるような自治的な知識ですねえこれがあの中心となって出題されることもあって例えば SDGs の問題であるとかあるいは環境問題まああの同じですよねまあほぼあるいはその男女平等の問題であるとかえ少子化問題とか。 あと環境まああのそういった労働問題ですね労働問題とか、えー、こういったあのさまざまなですね実技的な知識が問われる幅広く問われるという出題があってこれはあの、えー、人によってですねかなり得意不得意が分かれてまいりますだからあの得意な方はですねまあこれはもう正直あのあんまり勉強しなくてもあの簡単に取れるというところでもあるわけですがその一方であまり得意ではないと。 自覚されている方はぜひですね、あのレックの講義を聞いていただいて、まあそこである程度山を張っていただく必要があります。 まあ講師がですね講義の中でここは今年危ないからきちんと勉強してくださいっていうその講義録の中の項目をですねあの指定しますのでえそれを信頼していただいてそこを集中的にですね学習していただければまあそれでえ足切りにはかからないまあ要するに全問正解難しいにしても難しいかもしれませんがえ足切りにはですねえ引っかからないクリアできるとまあそういったレベルには達するということになります。 はい、このように一般知識等というのが14問出ますがこの中で14問のうち最低6問以上あの正解すする必要がありますもしあの5問以下しか正解できなかったらその時点で、えー、その年の年試験は不合格が確定します、えー、これがいわゆる足切り制度になるわけですね。 まあ 14, 問14問中の6問以上だからいや大したことないぞと思われるかもしれませんしかもそのうちあの文章理解で3問ですね出るわけですからそれを全部正解できればこれでも6問なんか楽勝だっていう方もいらっしゃると思います。ところがですねこの6問というのが意外とハードルが高かったりすると。 えー、例えば政治経済社会、まあ、特に社会です、ね、の分野でかなりあの誰も知らないような知識が問われると、えー、いうことも稀にありますので、えー、そういったものをですね、えー、なるべくこう,かいあのうまく見極めながらつまりあのこれは誰も解けないものだからもう飛ばそう,飛ばそうとかあれ適当につけようとかというふうにあのうまくですね回避しながらそして自分がきちんと取れるところを確実に取っていってで6問以上の正解をすると。 で、そして合格を果たすと、これがあの重要なんになってまいります。で、今あの合格のためのですねポイントっていうのはうあの実はお話をしているわけですけれども、さらに十四ページ十五ページパンフレットのですね、その下の段を見ていただくと、まあそこにも全部集約されております。<laughs> はい、まず合格ラインからの確認からしておくと。<laughs> えまず要件1というのはこれだ皆さんクリアされますのであまり禁止ありません逆にこれクリアできない人はもうそもそもあの行政書士試験の勉強してない方です、えー、行政書士試験をあのとりあえず受けてみたという方ですね、えー、行政書士試験の勉強を一通りした方であればこの1番の要件はクリアできるはずですあのできなかったらですねこれは必ずあのきちんとですねあの自分の学習を見直してください。 で2番の要件が一般知識セ40%以上つまり6問以上ですね、えー、56点中の4割ですからまあこれはあの中途半端な数字になるわけですが要するに6問以上と理解していただければ結構です。そして最終的,なクリあの最終的にクリアしなければいけない要件としては全体の得点が60%以上。 300点中の180点以上ですねこれを取っていただきたいということになりますで、今の説明からもう分かりかと思いますが民法と行政法これをきちんとですねマスターしてください民法と行政法でこれはあのかなり高得点を取ることで楽に合格できるようになります はい、そして、えー、今度は15ページの下の段にいきますが、はい、一般知識で40%以上これはもう何度もしつこく繰り返しておりますけれども えー、情報通信個人情報保護と文章理解これはあのパーフェクトに取れば一応六問はクリアできるんですがただあの実際にはですねあの情報通信個人情報保護でもあの難しい問題が出る年もあり当然ありますしあの文章理解で、えー、自分は解けたつもりでもあの一問ぐらいミスするということは当然ありますですから、えー、文章理解と情報通信、えー、個人情報保護でカッ、えー、パーフェクトに取るから他はもう全部う捨てると。 いうふうには思わずにですね政治経済社会も最低限の準備はしておく必要がありますそしてアウトプットで過去問徹底活用することとありますけれどもまあ、この過去問の活用ということに関してはまあ、今先ほどあの令和3年の行政書士の試験問題をですね行政書士試験問題を見ていただきましたがこの レックでは過去10年分の問題集をこれを体系別にですね体系順に配列したウォークモンという過去問集を使用しております、まあ、あの販売しておりますでこちらあのパーフェクトコースという講座をお申し込みいただいた方にはこれあの特典として付いておりますので別にあの書店で買う必要はありませんですからこういったの 講座を申し込みいただいた方にあの過去問集もですねこれは教材としてついてまいりますので、えー、ぜひですねこれを活用していただきたいと思いますで、えー、あまりはこう時間の余裕もありませんので、えー、補助レジュメの方も見ていただきたいんですが2ページです <laughs> はい過去問の活用に関してはまあ、これ過去問をですねあの使わないっていう方もいらっしゃるんですけれどもまあ、これお勧めできません、えー、過去問を使って勉強する意味はもちろんあります。 あの過去問,をあの問題演習が絶対必要だとということですね、ま、ず問題演習は絶対必要でしかもあの何の問題解いてもいいかというとそんななわわけないわけいですあの要するに司法書士あの行政書士を受けるから司法書士の問題を解くとかですねあるいは行政書士の試験を受けるから司法試,試験の問題を解くとかまあそれはあのもちろんですねもうあの行政書士の問題を全て解いた上で もうあの他にやることがないからじゃあ,あのちょっとあの、まあ、ランクの上のですね上のランクの問題を解いて、えー、力試しをするとそれは別に構いませんがしかし問題あの試験傾向に合致した問題を解かなければ意味がありません。で試験傾向に合致した問題というのは当然ですが一番の問題は過去問なんです。だだから過去問はぜひあのやってください あの、過去に出たものが出ないっていう風うにですね。思い込む方いらっしゃいますが、そんなことはありません。特にあの行政法は過去に出題された問題の焼き直しが非常に多いです。行政法、あの少なくともですね。行政法だけは必ず過去問やってください。で、民法もあの同じような傾向実はありますので、まあ、行政法と民法をあの過去問解くんだったらまあ、ついで。だから全部やった方がいいじゃないですか。ですから、過去問はもう全部やってください。<laughs> でこの試験の特性傾向を踏まえながら問題演習することが重要であると書きましたが資本語試験というのは応用力が試されます、まあ、具体的には論文式試験がありますので論文では結局あの単,単なる知識だけでは対応できないような問題が主催されます行政書試験はどうかというと基礎的な法的知識及び理解に基づく応用力を問 司法試験は高度な応用力が問われてますが、行政書士では、そこまで高度ではないけど、応用力は問われてます。まあ、これは実際に過去問を見ていただくとわかります。あの、過去問を見て、いないとですね、あの、まだピンとこないと思いますが、過去問を見ればすぐわかります。宅検士の試験だと、まあ、知識のみです。 これけん師の資格も持ってますしたっけん師の試験を受けてますのでたっけん師と呼ばれていなかった時代なんですけどもたっけ業務主任者ですねたっけ主任者と呼ばれていた時代ですが、えーまあ、今でも傾向変わってませんあのあパラッと見ましたけれどもそれほど変わってません基本的な知識があればあの誰でも受かるという問題です行政書試験もあの30年ぐらい前の行政書試験であれば、えー、知識さえあれば誰でも受かるという問題でした しかし現在の行政書士験の問題というのはそうはいきません知識だけでは足りず若干の応用力ですねが聞かれているまあそれが一番問われているのはやはり記述式問題とということになるわけですですから行政書士験に関しては基礎的な法的知識はもちろん必要ですこれがないとあのそもそも受かりませんそして理解ですねあのこれも必要ですに基づく応用力が問われているので応用力まで身につけておく必要があるということになります で過去問に基づくテキストの活用というふうに書いたのはこれは行政書そのレックのです、ね、行政書士合格講座という講座があるわけですがこちらの講座で使用しているテキストは全てあの過去問の情報これをあの精査した上で、えーまあ、あの十分にですね こう体系的にえまあ並べ替えたりあるいはそのきちんとですね裏を取ったりして裏というのはその学者の教科書ですね学者が書く基本書と呼ばれるものですがこういったものをきちんとえ調べた上でえ確かにこの書はあのの情報は正しいということをあの確認した上でえそれをあのきちんとですねあの編集したというテキストになっています。 いわば過去問から得られる情報をすべて集約したものが行政書士合格講座の講義録レックの講義録ですですからぜひですねこちらのテキストを使ってインプットをしてください必要かつ十分なインプットが可能になります。で基礎の理解を得てからとありますが要するにその合格講座の講義録の中で基礎知識を身につけかつ基礎の理解を得るとでそれから問題演習を行う。 それが効率的でありかつ効果的であると、と効果的な学習ということになるわけですね。はい、学論に関してはちょっと詳しくお話をする時間がですね、あのあまりありませんので、こちらのレジュメの方をですね、えー、ぜひあの見ていただきたいとは思っております。えー、まあ,あのこちら皆さん PDF でダウンロードできるかと思いますので、まあそれをぜひですね、参考にしていただければというふうに考えております。 各科目についてそれぞれですねかなり詳細に分析したつもりですので、えー、こちらあの必ず役に立ちますのであのぜひですね見ていただきたいというふうに考えております。行政法にはどういう科目があるあのどういう分野があるのかとあるいは、えー、民法ですね民法ちょっとあのこれも、えー 時間の関係もあってですねあとあのその、えー、原稿の都合もあって、えー、民法についてはもうざっくりしか書いておりませんけれども、えー、民法総則から家族法に至るまでですねどういったルールが存在するのかということ、えー、で民法は全体繰り返し学習してくださいこれは是非やってください、えー。民法というのは1回通して聞いただけでは全く理解できないという特徴を持っています。 行政法は実はそうじゃないんですね。行政法というのは1回通して聞いただけでもかなりですね。あの学習効果あります。しかし、民法というのは、これはあの別にあの講師の力量を云々ではなくてその科目の特徴からして民法というのは一通り聞いたというだけでは実はですね。あの、何も身についていないとそういう特徴を持っています。 まあもちろん個別の知識はです、ね、断片的な知識はあるあの身についているわけですけれどもしかし例えば「権利能力」っていう言葉一つをとっても胎児の権利能力という項目ですね。 これはあの実はあの後ろの方に出てくる不法行為による損害賠償請求権ですとかあるいは相続とかあるいはその遺贈ですねといった項目とあの密接にリンクしてますのでえつまり対人には原則権利能力はないけれども例外的に3つですね権利能力が認められているとそれはどういう場面かというとその不法行為に基づく損害賠償請求だとかあるいは相続とかあるいはその遺贈ですねを受けるという場面だということになるわけですがただあの民法 民法の冒頭のところであの民法相続っていうんですけどそこで大児、えー、の権利能力には3つ例外があるっていう話を聞いたとしても、えー、でもこれあの後ろの方までいかないとその相続だとか不法行為までたどり着かないわけですねですから、えー、これ何度も繰り返し、えーまあ、読んだりあの講義を聞いたりすることによってそ,そこで初めてですね つななががりが見えてくるるとということになるわけです民法というのは最初と最後あるいはその最初と途中のところがすべてつながっていると有機的につながっているというあのそういう特徴を持っている科目ですからぜひです、ね、民法は何度も何度も繰り返すということをやってください。あの民法は回というのはですねあの全部で1,050条条文があります。 1050も条文があるようなあの非常にボリュームのある法律ですからこれをですね一回講義を聞いたからといってそれでじゃあ行政書試験に合格するぐらいの実力がついたというふうにあの考えるのはあの、まあ、非常に、えー、これは考えが浅いということになるわけです。一回あの通して聞いただけではあの到底マスターできません。 でまあ、例えばです、ね、あの講師によってはいや一通り聞けば大丈夫ですよという方もいらっしゃるかもしれませんがそんなことはないです絶対ないですあの民法に関してはあのそれは断言できます行政法は一通り聞くだけでもあの相当効果ありますが民法はそうではないということなんですね民法は絶対に二回もしくは三回以上、まあ、私が勧めるのは三回以上これを必ず 講義を繰り返し聞くかもしくはあのテキストを読むということをやってください。それをやらないと民法はあの得意になりません。まあ、これ民法があの得意である私が言うわけですから間違いないです。えー、民法というのはあの非常にこれ繰り返しが要求される科目である。あの要するに、えー、最初と最後がですねあのリンクしているそのリンクが見えないと民法を理解したことにならないんです。あの民法を理解したつもりでも民法を理解したことになりません。 えまあ民法を理解していなければ民法での高得点は取れないということになるわけですですから何度も繰り返し強調しておりますけれども民法はあの3回以上繰り返すテキストを読んでもいいしまあテキストを読むのが大変であればあの講義を聞いても結構ですがあの最低3回やってくださいでそう考えていくとまあ皆さんに残された時間というのはそんなにないわけですね。年でもまあギリギリかななとということになります まあただあの脅かすわけではありませんけれども、え一年間集中してやって、まあようやくその合格レベルに達するということになるわけです。まあ最初にも申し上げましたが、六ヶ月とか三ヶ月で合格したという方は確かにいらっしゃいます。でもその方はですね、よくよく聞いてみると、えロースクールを出たとかですね、あるいはその司法書士試験を何度も受験して、民法はもうかなり分かっているとかですね、そういう方ばかりです。 ですからそういう特殊な例をですね参考にせずに必ず、えー、もう初めて勉強するんであれば、えー、最低でも1年間ですねまあもっと短くしてもやっぱり10ヶヶ月月からでですあのそれ以上はちょっと短くできません、えー、バックボーンがない方はですねバックグラウンドがない方は、えー、それ以上短くするっていうのは危険です非常に危険です。 ですからぜひですねあの早めに取り掛かることをお勧めいたします、はい、そして効果,効果的学習法とスケジュールの組み立て方とありますので、まあ、ちょっとスケジュールの組み立て方に関して少し補足しておきますと基本的にレックのです、ね、講義というのが、まあ、私はその大宮本校というところで毎週日曜日にですね 朝10時30分から夕方の4時35分まで講義をしておりまして途中1時間の,です、ね、あの昼休みの休憩があるんですけれども基本的には2時間35分の講義をです、ね、これをあの日曜日に午前と午後で2コマ担当しております。 まあこれ校舎によってはですね平日に例えば火曜日金曜日とかあるいはそのまあ月曜日水曜日とかですねほかの,のパターンもあるかもしれませんえそういったあのケースパターンで週2コマですねずつあの講義を実施しているとそういずれにしてもですねあの週に2コマの講義を聞いたらまあこれで合計約5時間ですよねまああの2時間35分ですけどまあ約5時間と。 えー、あの掛ける二で約五時間としましょう。約五時間の講義を聞いたら、えー、その倍の時間を復習に当ててください。十、えー、時間ですね。だから例えば、えー、日曜日に五、えー、時間分の講義を聞いた場合に、えー、あとは平日をうまく使って、えー、これをまあ十時間ですね復習をしていただく必要があります。 例えば一日あたり何とかあの勉強時間を確保して2時間ですねあの平日2時間ずつその学習時間を確保するでそうすると土曜日は休息日に当てることができるわけですねもちろんあの土曜日に勉強しても構いませんがその一日あたり2時間ですね例えば通勤時間を使って通勤に片道1時間かかる方であれば片道1時間をかけて講義録をですねその間ずっと読み返すとか。 でまあ、往復の時間を使ってあるいはその通勤時間それほど長くないという方は朝あのちょっと早めに起きて例えば1時間早く起きてその分講義録を読み返すとかそういった工夫をしてください。まあ、このように1日2時間ですね時間をとってでそこで、まあ、平日の間に10時間の復習をすると。 でまあ、10時間の復習というのはあくまで一つの目安ですからこれ個人差があると思います10時間もかける必要がないという方もいれば、えー、10時間では足りないという方もいらっしゃると思いますまあそのあたりはですねあの個人のその学習の進度に合わせて、えー、その復習の時間というのをきち決めていただければ結構ですがただあの一般的に初学者の方にお勧めしているのは、えー、その聞いた講義の時間の倍の時間ですねだから5時間の講義を聞いたら10時間 というふうに、えー、その聞いた分のその倍の時間を復習に当てていただきたいというふうに考えております。で、基本的にはあそのスケジュール冊子というのがあこの、えー、パンフレットにですね、えー、まあ付随して、えー、まああの真っ白な。 あのし白いですねその紙の、えー、冊子があるんですけれどもそのスケジュール冊子といったものも参照していただきながらあとは最寄りのその校舎ですねあのお近くの校舎、えー、を選んでいただいて通、えー、っていただければということになります。 で以上の話はあの通学を前提とするお話になるわけですけれどもえ通信の方は、まあ、あ,のあたかも通学してるかのように、えー、受講していただければということになります。例えば私は今申し上げたように毎週日曜日にですね、えー、午前10時30分から、えー、あの午後1時5分までがまず一コマ目。 そして今度は午後2時から午後4時35分までが2コマ目というふうに講義をしておりますので例えばこれをですねそっくり参考にしていただいて毎週日曜日は講義を集中して聞く日に当てると,と決めると。 そして、えー、あのこれが通信をの方はですね通信を受講されている方っていうのは往々にしてあのいつでも聞けるから、えー、例えばあの電車に乗りながらですね、えー、電車であのまあ あのイヤホンとかヘッドホンつけながら聞けばいいやっていうふうに考えてそれでそういった時間を活用して講義を聞こうなんていう方いらっしゃるんですけれどもまあそれでも構わないんですがそれも構わないしそれしかできないという方はそ,れそうせざるを得ないと思いますけれどもただあのできればですねもうあのペースを決めるとといった方があの望ましいとだからえ例えば日曜日は日曜日でも集中的に講義を聞く日というふうに決めると。 そして平日は講義を聞かず例えば講義録をじっくり読み返すとで例えば一日当たり2時間とかですね必ず時間を確保してで復習に充てていくということをやってください。でただ読むだけが復習では実はなくて一問一答ののドリルというのが実は配布されておりますこれもぜひ活用してください。 もちろんあの講義をを聞いただけけけででドリルを全部解けるわけではありませんあのそういったあのちょっと難しめの問題もあの違えていますのでえこういったものをです、ね、全部解けるようになるわけではないというのが前提ですがえただですね、えー、一問一答式のドリルを解くことによって、えー、実はあの自分がいかにですね講義を聞いていたつもりだったかということが分かるんです。 えつまり講義を聞いて理解したつもりであっても実際に問題を解いてみるとえその理解不足というのが分かってきますので、えーまあ、その理解不足であったところをきちんと復習していけばよいということになるわけですね。まあその意味ではここのの一一問一答式の復習用ドリルこれが非常に役に役立つと思いますですから初めて勉強される方はえ必ずそのまず講義を聞くでその復習に、えー、聞いた講義の倍の時間を充てる。 えー、そしてその倍の時間を復習に充てる中で、えー、復習用ドリルという問題集があの一問一答の問題集がありますのでこれを活用していくということをやってください。じゃあ過去問はいつ解くのかというと過去問に関しては、えー、これは一通り学習が終わった時点でもちろん結構ですがただですねあのレックの場合 あの科目別等連というあの小テストを実は実は施しております <laughs> これはのパンフレットの16ページですけれどもパンフレットの16ページですが「はい、科目別討練」といって憲法基礎法学の科目が終わった時点でこの「科目別討練」という五種択一式の問題30問をです、ね、解いていただくというそういう、まあ、小テストがあります。 トーレ連というとあの当連って何かなって聞いたことないなという方いらっしゃると思いますが当連というのは要するに小テストだというふうに考えてください小テストがありますのでこれをあの受けていただくということになるわけですでもちろん解説はですね古民先生がきちんとやっていただいてますのでまあ、これも一つの復習のきっかけにしていただければということになります。 で科目別等連を受ける前にですね、まあ、例えばその直前でもいいしあるいはちょっと一週間ぐらい前でも構いませんが科目別等連を受ける前に、えーまあ、例えばその科目の過去問を、えー、ざっと見ておくということをやっておくといいと思いますまずそれが過去問の活用法です過去問をまず科目別等連を受ける前にざっと見るというのが一つの方法ですが ただあのその後ですねあの一通り全体の,そのインプットが終わった時点では過去問は本格的に解き始めるということをやってください。まあ過去問をです、ね、解かずにあの読めばよいという指導をされる先生もいらっしゃいます横溝先生ですねあのいらっしゃいますけれどもあまあ,あのそれはもう自由です。<laughs> 別に絶対解いちゃダメというわけではないのであのもう解いてもいいしあの読んでもいいと。 まあ自由に使ってください。あのそれはもうご自分の好きなようにですねやっていただければ結構です。一通りインプット終わった時点では、えー、全く全部解けないということはありえないので、あのもう力なダメしと思って、えー、解いてもいいし、まあ解けなかった問題はもう四四でですね理解すればよいということになります。まあ一通りインプット終えた時点で過去問を解き始めてでまあちょうどその頃からですねだんだんこういわゆる、えー、実力判定のための模擬試験 到達と確認模模試試かそうういいっったような模擬試験が始まってまいりまてりすですからそういった模擬試験もですね適宜受けていただきながら、まあ、自分の現時点での実力をですねあの適切に測ってください。でそして自分の学習が足りてないところというのを補充する意味でまた講義録に変ったり過去問を解き直したりということをやっていただくとこれが理想的なそのスケジュールの組み方ということになります。 基本的にはスケジュールの組み立て方というのは実はです、ね、あまりこう具体的なものがなくてあの恐縮なんですけれどもスケジュールあのレックが立てているスケジュールこれはある意味一番理想的なスケジュールですからこれにあのもう沿ってです、ね、学習をしていただくというのが基本的な考え方になります。毎週日曜日に5時間講義を聞くでそして平日は10時間全部で合計10時間かけて復習をしていく。 そしてまた次の日曜日には新たな講義を聞くでそして次また平日、えー、そしてまあ土曜日も使って10時間合計10時間ですね、えー、復習をしていくというふうにですね、まあ、とにかくこれを繰り返すこれがインプットの過程です。まあ、インプットといっても、まあ、復習用ドリルという一問一答の問題を解いていただく必要があるので、えーまあ、純粋なインプットだけではありません。 でえー、こういったものをです、ね、あのうまく活用していただくそしてあの科目別討練ですね、えー、小テストで、えー、その時点でのご自身の,あの実力を測っていただくと、えー、つまりそのインプットをしたら、まあ、あのその後すぐまあなるべく早くアウトプットをするでそしてインプットをしたらまたすぐアウトプットをするというこれを繰りあのどんどん繰り返していくことによって、えー、まあ徐々にですね自分の弱点というのが分かってくる で弱点が分かってくれば、それが一番理想的です。弱いところを補強すれば、それで合格できるわけです。ですから、何が自分は分かっていないのかということをは、なるべく早く把握する。これが重要ですね。はい、えー、まあ、効果的が、学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで、お話をしてまいりましたが。えー、まあ、どちらかというと、ちょっと学習法に偏った、嫌いはありますけれども。まあ、あの、ぜひですね。あとは、もうレックのカリキュラム、そういったものを信じていただき、あとは教材です。 レックの教材非常に優れてます私が言うのも変ですけれども、えー、レックの教材非常に優れてますのでぜひですねこちらをあの信頼していただいて、えー、もうここにあ,のもうある意味かけるというふうにですね思っていただければ、えー、ぜひ皆さんのご期待にですね応えられるような講義をしてまいりますので、えー、ご期待いただければということになります。<laughs> はい、えー、ちょっと長くなってしまいましたのでこのぐらいにしときましょう。 以上で2023年合格目標の行政士試験対策の効果的学習法とスケジュールの組み立て方というガイダンスを終了いたします。お疲れ様でした